とか言いたくなる時あるかもしれないけど、拍手で教えていただけたら嬉しいなと思います。なんかこんな風に街で、声聞こえてる？大丈夫？こんな風に街で話すことがほぼないので、てかまあみんなもないよね。だからちょっと緊張してるんですけど、こんな風にいいセット作ってもらって、こんな風に素敵な音楽かけていただいて、こうやってみんなが集まってくれて配信してくれる人がいて、なんかねすごく嬉しいなと思いました。なんかね本当に大変だったんです、いろいろ。はい、で昨日まあ、ちょっと記者会見ね、全然違うプロジェクトでやったんですけど、なんかいろいろあって、みんな見てくれた人もいるかと思うんですけど、はい、でもねこうやっていろんなことあったけど、ここで今喋れてて、みんなが聞いてくれてることはすごい嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあこの、市民街宣のステートメントを読ませてください。このコロナ禍で多くの人たちが動きました。どの問題にも真剣に向き合う人たちがいました。検察庁法改正を止めた動き、検察庁法改正案に抗議しますというハッシュタグすごい流行りましたよね。森元総理の女性蔑視的な発言に対する行動、わきまえない女とか Don't be silent 覚えてると思います。同性婚を求める動き、文化芸術を守るための動き、学費の値下げを呼びかけた学生たち、医療や介護エッセンシャルワーカーの人たちの働き、生活困窮者への支援、入管法改正をめぐる市民の動き、環境問題、飲食店の方たちなどなど、コロナ禍であらわになった問題は全てそもそも政治が抱えていた問題でもあります。今月末には衆議院選挙があります。どうか未来を諦めず一緒に行動しましょう。10月31日ハロウィンだけど、投票に行くのも忘れないでほしいなというか、さあ10月31日投票あるんだということをね、今日、ここにいる人たちが覚えて帰ってくれたらいいなと思うし、それを友達とか家族とか、まあ、学校の人、会社の人なんか一言でもね、選挙行こうって言ってくれたらいいなと思っています。一人一人のスピーチを聞きながら、私たちの描く未来への思いを紡いでいきたいと思います。私たちは私の言葉でこの場を共有したいと思います。今が行動する時です。これまで様々な活動をしてきた市民と立憲野党の議員の皆さんも今日この後来ていただく予定です。やっぱりね、市民の声もちろん聞いてほしいですよね、議員の方に。うん、現場に来てどんなことを思ってるか議員の皆さんに聞いてほしいと思います。市民と政治家の垣根を越えたクロストーク的なスピーチリレー外旋をこれから始めていきたいと思います。どうぞ皆さん最後までよろしくお願いいたします。ということでね、挨拶したんですけど、今回司会進行も私がやっていきます。はい、それではまず、1人目ご紹介したいと思います。セーブアワースペース、セーブアワーライフの菅波優さんです。お願いします。ちょっとマイク持っていいですか。皆さんこんばんは、菅波です。